川田勲偽刑事ある停車場で電車を降りた長雨のあと冷ややかに秋が晴れ渡った日であった人混みから出るとホームの空気が水晶のように透明であったクリア君は人並みに漂いながら 左右前後に目と注意と振りまき始めたとすぐ目の前を歩いている一人の婦人に彼の心は引きつけられた形のいい丸まげと桃色の手柄からなだらかな肩日本婦人としてはまず大きい肩で腰の広がったり垂れたりしていない小股の切れ上がった格好はたまらなく姿勢をよく見せた 足の運びの楽しげで自由であるのもめったに見られない婦人だった早く追い越して顔を見るということが直ちに彼の任務となってしまった郊外に住まっている彼が時々こうやって下町へ出てくるのもこんな美しい刺激で心を潤したいためであった一目見たこんな時 彼はもう見解も外文も考えないむさぼるように覗き込んだ彼の心は叫びを上げた「素敵だ!と」と湯の中へ寒暖計を投げ込んだように彼の満足はメモリの最高潮へ飛び上がった「なんという気高いなんという無邪気な!」彼は。 持ち合わしているありたけの惨事を投げ出そうと試みたくらいであったしかしそのあとでは必ず嫉妬心と憎悪音がついてくるそれが他人の夫人であるからだ彼はいつもどおり勝手な想像を胸に描いてこの心持ちを消そうとしたこの女は他に恋している男があるんだいいな この悪党なんだこんなふうに考えてみてもこの夫人だけにはそれが当てはまってくれないような気がした彼は女をやり過ごしてその後をつけ始めた女は彼がしんばもっと露骨にこんなことをやってみせてもおそらくは少しも気に留めないだろうと思われるほど 天使的な自由ささとと愉快ででで歩みを運んでいるようであった彼以外の人々は彼女に少しも注意を払っていないらしくそれぞれ自分らの行くべき方向へ足を急がせたしかし電車や自動車などは彼女のために道を開いているようで彼女は自由に何のこだわりもなく道を横切ってそれらを切り抜けた。 後に続く彼はまたいまいましいほど交通機関や通行人に妨げられた彼女を見失うまいと焦りながら「栄一竹犬までが人の邪魔をしやがる」と彼は口の中でこんなことを言って水たまりを飛び越えたりしていったそれでもこれは愉快な遊戯にはそういなかった彼らの前に 大きなデパートメントストアが見いだされた屋上の塔では旗が客を招いておった騒動の窓は無数の微笑を業人に送った彼女は役人が盗聴する時のように何の躊躇もなくその店へ姿を消してしまったクリアにとってこれは好都合であったこの店には 暇すぎる彼を終日明かせないほどの品物を並べてあったこの中へ彼女が入ってさえいれば幾度でも彼女と開口することもできるのであった彼は落ち着いて店の中を歩いたテーブルの上には積み木細工のようにたばこを盛り上げたり食料品の缶詰がピラミッド型に積み重なったりしていた 彼はその辺を一当たり見渡して女の方へ目を移したがそこには女の影も見られなかった彼女に匹敵するだけの美人も見つからなかった彼は大理石で張り詰めた壁に沿ってコルク調の海底を柔らかく踏んで2階へ急いだ彼女はエレベーターで天井でもしたのかここにも姿は見いだせなかった 彼は本気に慌てて3階へ駆け上った身なりが別に派手でも何でもないが彼女を見つけ出すのは軍慶中の雄どりを見いだすほど容易であった彼女の手には反物らしい紙包みの買い物がすでに抱かれておった彼女は今ハン半リを一面に広げた大テーブルの前で多くの婦人たちに混じって た彼は既製洋服をつるした影に立ってのぞき始めた美しい婦人たちの大理石のような滑らかな手で蛇のように重みのあるちりめんじが引き上げられたりぬらぬらと滑り落ちてとぐろを巻いたりして次から次へと婦人たちのむさぼるような目で見閲つされているのである 若い美しい女性の華やかな姿が正面背面または横顔を見せているが彼女ほど輝きを持っている女は見られなかった彼は芝居でも見ているような熱心さで彼女の細かい動作を一つも見逃さないように努めた一つ紙の半減り字を窓明かりにかざしては元の位置へ置きまた他の一つ紙を取り上げて 同じことを繰り返していたとあるせつな彼は不思議なことを見つけ出したそれはいくまいかのはん蹴りを取り上げて窓にかざす時重ねた両端の2枚を裏返してみるせつな真ん中の一枚をすっと抜き取って彼女の袖へ入れたのであった彼が自分の目を疑ったのはもちろんである しかしその早業はただ一度でなくて幾度も繰り返されたのを確実に見た彼は自分自身がそんなことをしているような驚きにてくわした顔がほてって耳がガーンとなって血のこりで塞がれたような気がしたああ<ー>思わず深いため息が漏れたそして 今一度目を見張って彼女を見つめた以前彼が後をつけてきたかの美人以外の誰でもないあまりの情けなさに涙が腹の中で雨のように降ったそれにもかかわらずこの時急に彼女に対して強い真実の愛情が湧き起こってきた美の前に何の罪があろう 愛のの前に何の不徳があろう。ただあるものは罪悪や不徳を超越した美と愛とだ彼はただ誰もが彼女のやった行為に気づかずにいてくれと心に念ずるだけであったみよ、あの通り彼女の顔は晴れやかに輝いているではないかあの通り美しく無邪気で天使のように尊いではないか 彼は心の中でつぶやいた事実彼女は何のこだわりもなく自然すぎるような楽しい態度を示してそのテーブルを離れた彼は次に起こることが何であるかを想像する力を失って手品を見せられている人のような目を持って彼女に近づいたと彼女の持っている反物の包み紙は 詞が外れていることに気がついたおそらくまだのりが生々しい時に外したのであろうしかして今引き抜いた半蹴りが今にこの中に巧みに入れられるのであろう彼はそれに気がついた時一種の興味さえ起こってくるのであったむしろ彼女の成功を賛美したいような気持ちにさえなってきた 彼女は「婦人用便所」と札を掲げた方へ悠々と入っていった彼はかつて新聞で見たことがあったそれはこうした大きなデパートメントストアで頻品と起こる万引きの中で婦人は大抵反物類を摂取するがこれを持ち出す前には便所に行って始末するというのであったこれを思い出すと、 またしてもあさましいと思う気持ちになった彼女が再び出てきた時持っていた買い物は風呂敷に包まれていた店を出て四つ角を一つ通り越すと大きな銀行の建物があった周囲は広い余地を残し鈴懸の子たちから思い出したように枯れ葉がこぼれていた垣根というのは石の柱と それを結びつけて垂れ下がったテッサがあるだけで人の出入りも自由であった彼女がそこへ差し掛かった時彼はすぐその後ろへ追いついていたこのまま黙って過ぎればただ道端の人として終わってしまうのであるしかも彼は大いなる秘密を握っている なんとか利用しないではおけないという気になってしまった彼は一足歩みを伸ばすなり妙に好奇心の加わったから元気を出して呼びかけた「ちょっとお尋ねいたしますが」と言ったその瞬間彼はその後をどう言うべきかについてあまり不用意であることに気がついた後悔の雲がパッと頭に広がった 聞こえなければいいがという願望も同時に起こったしかしそれらは一切無益であった彼女は歩道を緩めて彼を振り向いた足を止めたもはや取り返しはつかなくなった牢牌のあまりかえってごまかすことができなかったあなたは今あそこの店で買い物をなさったようですね いたしましたがそれがどうだとおっしゃるんです女は少しも驚かないのみかむしろ待ち望んででもいたような落ち着き方であったしかし気のせいか彼女の美しい輝きの顔に不安の影がさっと通ったように思えたいや別にどうしたというわけでもありませんがこれは。 はなはだ失礼なことかもしれませんが少しお間違いをなさっていらっしゃるんじゃないかと思ったもんですからちょっとお尋ねしてみたいと思っただけなんですしどろもどろではあったが貴婦人に対する礼儀は失っていないつもりで言ったのであったしかしそれだけ言ってしまうと今まで持っていた探偵願を誇りたいという気分やこうした 美しい夫人の秘密の鍵を握っているという好奇心や何か奇跡的に開口しそうな卑劣な野心などはこの時全く姿を潜めてしまって依然不安と後悔の恐ろしいような予感とで心は乱れていた私が何か不都合でもしたとおっしゃるんですか彼女はたちまち興奮した険しい目には挑戦の意気込みが現れた こうなるとさっき自分がはっきりと見極めた事実すらなんだか曖昧なものになったような気もしだしたいやそういうわけではないんですが言葉に窮した初めから全然取り消してしまいたくなった自分で自分の心を脅かして恐怖心を募らせだしたしかし 女は依然として興奮しておったあなたは一体どなたです無垢な人間を捕らえて勝手に人を傷つけるような権利でもお持ちなんですか軽蔑したような光が目にあった空間を通して圧迫してくる力を感じたそれが彼に反抗心を強いているのであった私は探偵です 捨て鉢になった彼はまたしても軽率にこんなことを言ってしまったこれもまた直ちに後悔しなければならなかった探探偵偵と言っても、も私立探偵者のものです。女は少しも驚いた様を顔に見せなかったが心の内には不安とそれを打ち消す心とが相次いで起こったろうと想像された。 あのお店から頼まれたとでも言うんですかようごさんす一緒に参りましょう興奮しきった女は後ろへ戻ろうとしたこれにも少なからず彼は狼狽させられたいや決して頼まれたというわけじゃないんですちょっとお待ちください彼は手のひらで空間へ印を押すようにして押しとめたいいえそうはいきません 何の関係もないあなたが知らない他人に勝手な疑いをかけたわけでもありますまい。まいって証を立てましょう。こんなことは疑われただけでも取り返しのつかない不名誉です。あなたは傷ついた私の名誉を明瞭に回復なさらなければなりますまい。彼はいっそ平謝りにでも謝ろうか、それとも逃げ出してしまおうかと心に惑った。 いずれにしても彼は悲しくなってきたまああなたそう興奮なさらないでください私は決して疑ったの何のというわけじゃないんですけど新米の私が探偵研究時代における単なる一つの出来事なんですから研究ですって単なる一つの出来事ですって 女だと思って人をバカにするのも程があります何の証拠もないのに無垢の人間に疑いをかけて研究だとは何という言い方です単なる一つの出来事とは何です声はだんだん甲高んい鳴き声になっていったまぶたを潤す涙も見えたしかも女は泣くことによって一層勇気づけられ一層雄弁になるのであった 悔しい。独り言のようにこう言っておいて、また続けた。名誉ある高等官の妻に向かって、よくもおめ名を着せたもんです。このまま黙って済まされるもんですか。私は出るところへ出て、名誉を証を立ててもらいます。判決を目に当てて、大平に泣き出した。食いしばる歯が鋭くきしった。 往来の人は足を止め出した。彼はもはや耐えきれなくなったと同時に彼女が万引きをしたのではないと信じ出したもしそうでなかったら女が書くまで強いことを言うはずがないからであるさあ一緒においでなさい警察署まで一緒に行きましょう私の潔白さを立派に知らせてみせましょういくら探偵が商売だって たかが私立の探偵でいながら何の権利がありますか赤色のにじんだ目を上げた美しいがゆえにものすごいもはやのっぴきならなくなったいかに誠意を持って謝罪してもここまで出てしまってはダメなのは明らかである彼は自分の失敗をごまかす手段はただ一つしかないと思った ぐずぐず言わなくてもどうせ嫌でも連れて行ってやるこれを見ろ俺は警視庁の刑事だぞ彼は名刺を1枚取り出して女の方へ突きつけたそれには彼の生命とその脇に住所が記されてあるばかりでもちろん刑事とも警視庁とも書かれていない刑事だって中佐だって なにもしないものに疑いをかけたり名誉を傷つけたりする権利があるもんですか女はもう泣き声ではなかったこう言いながら判決に伏せた目をあげた彼はこの時本能的とでも言ったようにその名刺を引っ込めたこの時彼女も彼もほとんど同時に今や町を巡回してくる一人の巡査を目の前に見つけ出した あの、もし彼女はこう言いながら巡査の方へ歩み寄るのであった風が外上の陣外を小さな波に吹き上げて彼ら2人を浸しながら巡査の方へ走って消えた<お>彼もこのゴミと共に消えたかったいや何もかもない彼女が巡査に言いつげている間に めちゃくちゃゃくに逃げるよりほかにないと思った彼は反対の方向へ顔を向けた「体が泳ぎだし始めた」と「逃げたらなお悪い」と心の奥に何かが力ある命令を発して彼をとどまらせた動機が早鐘のように打って頭の上まで響いていった「あのもし 彼女が再びこういうのを聞いた「ああもういけないとてもたまらない」彼の心は泣き叫んだ体をもがくように振動させた巡査は刻々近寄ってくる六尺五尺四尺ああついに立ち止まった女はこびを見せて 巡査になだれかかりそうな姿勢をしながら言い出すのであったちょっとお願いいたしますここにいる偽刑事の人が私をつけ回して仕方がありませんの巡査は鋭い目を2人に投げた彼はその目の光よりも女の言い方の恐ろしさに呆然としたまったくどうしていいのかわからなくなった彼の目の先へ 恐ろしい獄舎の建物さえ浮かんだ女は巡査の答えなど待たないでどしどししゃべり始めた私今あそこの店へ参りまして少しばかり買い物をいたしましたんですのそしてここまで出てまいりますとこの人が追いかけてきて私が不都合なことをしたって取り調べようとするんですの私は何もそんな覚えはありませんし こんんなな人からら調べられる理由はないんですのそれが立派な刑事さんとか巡査さんとか言うんならなんですけどこの人はただ言いがかりでもってお金でも取ろうと言うんでしょう女の流暢な言葉は上手の演説よりもなだらかに滑り出て息をも継がせない勢いであったそれにかまわず巡査は彼の方へ向き直った 巡査は聞くのでなく叱るのであった震えきった彼にはすぐに返事が喉へ塞がった「はじめ私立探偵だ」などと言っていましたがしまいには警視庁の刑事だなんて人を脅かして名刺を見せましたけど刑事とも何とも書いてないんですの偽刑事が人を罠に陥れようという悪巧みなんですわ。 彼女が横取りしてしゃべり続けた彼は忍術か何かで消えたかったそのまま消えてなくなってしまってもいいと思ったあなたに聞いているんじゃない巡査は女をたしなめたしかして再び同じ問いを彼に発した私は別に何でもないんです ただあの店に行って偶然このお方を見たんです偶然だなんてみんな嘘なんです私が停留場で商船電車を降りた時から私の後をつけならってきたんですそして探偵だの刑事などと言ってあなたに聞いているんじゃない君は一体何者だと言うんだ巡査は二人にこう言った彼は 女の後をつけた時から彼女が知っていたのに驚かされた自責とこれによって起こる恐怖とで全身がわらないた震え声で住所と生命をかろうじて答えた名刺も言われるままに出してみせたはじめ探偵と称したことの偽りも警視庁刑事と偽ったことも女の言った通り白状した 叱られるままにただひらあやまりに謝った彼はとっくにもうこうして謝りたかったのであったがさすがに女の前ではできにくかった間にずんずんと女に引きずられて嘘ばかり言ったのであったそこへ持ってきて巡査はあくまで彼を追及した自分の罪を自覚し自責している彼は 彼女が言ったように停車場から女の後をつけたことから白状した白状をしては叱られた叱られるたびごとに謝罪してはまた白状した彼は彼女が半襟をたもとへ抜き取ったように見受けたことと便所の中へ入って包み紙の中へ入れたらしいこととを語った時女は横合いからしばしば口を出した 持っている包み紙の下には一旦の銘線があるばかりであったその金の請求書も見せられたたもの中に半襟がないことも明白となった彼は散々に罵倒を浴びせられては謝罪を繰り返していた大罪人であることが 今ははっきり自分に分かってきた罰せられるであろうということもおぼろげながら分かってきたそれは諦めなければならないものであったおいちょっと待て巡査の声で彼は大きな恐怖の鉄槌に打たれた一瞬間の後巡査の顔を見た巡査は 全くほかのほうを見ておったその目の先をおった時そこには中年の「召し使い」とでも言ったような女が道の脇を小さくなって歩いていた「はい」その女は電気にでも打たれたように立ち止まった「ここへ来い」巡査は言ったここに2人を取り調べていながら 巡査の心持ちには余裕があるのに驚かされた私は何も知りません中年の女は体を横にねじって胸の辺りを隠すようにして行き過ぎようとしたまたんか巡査の声は鋭くなったこの隙に彼の心には闘争の意志がひらめいたが次の瞬間に 彼は住所を知らしたことを思い出した中年の女はつるそうな目をしながら近寄ってきた巡査はその方へ向き直った「お前はこの万引きした女から半りを受け取って持っているだろう」「お前たちはこの先の停留場で落ち合う約束だったろう」ところがこの女があまり遅いので様子を見に来たにそういない」 ところがその女は私の前で取り調べを受けているのを見たこれは一大事と見て取って近寄ってきたところがこの万引きした女が幾度か目で合図したここへ来なくてもいいというくらいのところであったろうそこでせっかく通りかかったが行き過ぎようとしたそうだろうがそれに相違はなかろうがえっ だが一体お前はこの女の召使いなのかそれともただ共犯だというのか巡査の言うところは意外極まるものであった彼には何が何だかわからないただ警察へ3人で引き立てられていったその辺りには足を止めて見ている1人近くのやじ馬がいた 最も神妙な罪人はクリア君であるとは誰の目にも同じくえいじていたどうもすみませんとこんなことをクリア君は幾度も繰り返しながら巡査についていった奥様は何もご承知ないんです本当に何もご承知ないんです奥様はおかわいそうです警察へ行くなら 私とこの人とだけが行きましょう中年の女はいくどか足を止めてさんに言った美人は何とも言わなかった泣くだけが何かを語っているだけであった